オランダは変な国だ。国土の26%が海面下に位置する世界一標高の低い国だが、オランダ人の平均身長は世界一を争ってる。つまり、平均標高が世界一低い国に平均身長が世界一高い人間が住んでいる変な国なのだ。ちなみに、オランダで一番標高の低い場所はオランダ第二の都市。ロッテルダムの北東部付近で、 海抜マイナス7メートルだ。ロッテルダムのほとんどは、海よりも低い海抜マイナス地帯で、ロッテルダム空港の標高はマイナス5メートル。ちなみに、アムステルダム・スキポール空港はマイナス3メートル。そして、この標高の低いロッテルダムこそ、オランダの中でも群を抜いて変な街なのだ。ヨーロッパの歴史ある街の多くは、石やレンガで作られた伝統的な西洋建築が立ち並ぶ。 しかし、ロッテルダムの街は近代的で、しかも変わった形の建物が多い。ロッテルダム中央駅を降りると、そこは別世界だった。こちらは一般住宅のキューブハウス。歩いてると、突如現れる、飛び出す車。遊園地でもないのに、いきなり脈絡なく現れる観覧車。住宅や商業施設が入る複合施設、マルクとハル。 街を歩いてるだけで、変わった建物が次から次へと現れて、散歩しているだけで楽しい。なぜ、ロッテルダムは他の都市と比べて、このような近代的で個性的な街になったのだろうか。ロッテルダムは、第二次世界大戦でかなりの被害を受け、港のある工業都市として栄えた街は、焼け野原になってしまった。街を復興する際に、アムステルダムなどの都市との差別化を考え、 戦前の姿を再現するのではなく、近代的な都市を作る方向に舵を取った。こうして今では、他の街では見ることのないような、斬新な街並みになったのである。このような斬新なデザインは、ダッチデザインや、コンセプチュアルデザインと呼ばれ、世界中に広まった。日本でも、青森ねぶた祭りを体感できる観光施設。ねぶたの家、わらっせ。 などがオランダ人が設計した建物として有名だ。こちらは、スキポール空港の時計。ダッチとは英語で、オランダのという意味であるが、従来はネガティブな意味で使われてきた。ダッチアンクルは、そのまま訳せば、オランダのおじさんだが、無礼な批判をする人の意味を含む。ダッチトリートは、直訳すれば、オランダ人のおごりだが、オランダ人はケチのイメージから、 割り勘の意味になる。英語が母国語のイギリスは、オランダと長い間戦争をしており、イギリスの敵国であるオランダを意味する、ダッチにはネガティブな表現が多かった。しかし今では、ダッチデザインのようにクールなイメージに置き換わっている。ちなみに、ダッチなお人形さんは、日本で作られた言葉、和製英語で、イギリスは関係ない。昔からオランダと友好的だった日本において、 なぜそのような言葉が広まったのかは、諸説があり謎に包まれている。ダッチなお姉さんたちに会いたいので、チャンネル登録よろしくお願いします。